散水車は水を撒く装置を備えた車両のこと、殺水車とも呼ばれる。散水車東京競馬場の散水車主に道路上に水を撒くために用いられるが、道路以外のものに対しても散水を行う場合がある。水タンクを搭載しているために総重量が5トンを超えており、準中型車に分類される。そのため2017年3月以降に普通免許を取得した場合、 運転できない。以下は散水車の主な使用例である。昭和30年代までは都市部の幹線道路も未舗装であり、道路上で車人防止のために散水することがあったが、現在は道路舗装率の向上により、道路上で見かける機会はあまり多くなくなっている。国道など舗装路で散水車が散水している姿はよく見られるが、これは ほとんどが清掃のための散水である。散水する車と回転ブラシで路面を清掃する車が二台ペアで作業し、散水車の後ろを回転ブラシ車が走る。つまりブラシ車が路面のゴミなどを巻き上げることを予防するための散水なので大雨でもない限りは降雨でも散水する。路面を濡らすことが直接の目的ではないのだが散水自体を目的にした作業と よく誤解される。大阪市電25号散水車通常の路面電車用車両の客室にあたる部分に車体がなく、代わりに散水するための水を入れるタンクが大枠の上に乗っている。両側車端部には運転室が設けられている。明治時代後期から昭和時代初期にかけ、日本全国の主要都市に路面電車が建設された。当時は、 路面電車の走る道路が舗装されていなかったため、電車が走行する際に砂塵が発生していた。自動車の散水車もまだ普及していなかったため、一般の電車走行の合間を縫って、周囲の道路に水をまきながら走行する散水車が使用されていた。散水車は昭和初期までは多く用いられたが、昭和10年代に入ると散水自動車が普及したため、次第に少なくなっていった。 戦後まで使用した事業者もあったが燃料事情が好転して散水自動車が普及したことに加え道路の舗装が進んだため1955年頃までに全面的に姿を消した現在では北海道旅客鉄道が夏季におけるレールの膨張防止のため散水車を保有しているが2014年度をもって運用を休止している 九州旅客鉄道も鹿児島地区の荒廃対策で保有していたが2014年に廃車され現存しない。また2010年度から鹿児島市交通局が運用を開始した。機動力化事業による芝のメンテナンスのため芝帰り機とセットで導入した。大阪市住野駅の大阪市電保存館に大阪市電の25号散水車が保存されている。岩見沢運転所には 山水列車用途に専用タンク車を配置し、旭川運転所ので15でプッシュプル運転を行っていたが、補線運用の見直しに伴う処置により休車となっている。なお、で15は工事用途及び救援用として2014年以降も岩見沢運転所に下記のみ一時的に配置されている。ありがとうございます。